ニール・ゴードン・マンローニール・ゴードン・マンローは、イギリスの医師、考古学者、人類学者。エジンバラ大学で医学を学び、インド航路の繊維として29歳で、日本にやってきた。横浜で、横浜ゼネラルホスピタルで医師として、その後軽井沢サナトリウムの院長として働く。考古学にも深い造形があり、日本の戦士時代の研究を続け、1905年には、 横浜市神奈川区、沢渡、り三沢付近にて、三沢貝塚を発見し、発掘調査をしている。考古学の知識は母国で培われた。旧石器にかなり精通していたであろうことは、彼の遺品のフリント製の旧石器数点、エオリス一点などから推測できる。マンローは、 ジャワ原人の化石情報に接し、その一派が大陸と陸続きであった日本列島にも到達したのではないかと考えた。1905年の夏、神奈川県酒川川流域の断球歴層を掘削し、数点ではあるが石器と見られるものを見つけている。この活動は、日本列島にも旧石器時代の人類が生息していたのでは、 内科という自らの仮説を証明しようとしたものであった。日本人女性と結婚し、1905年に日本に帰化した。1932年北海道サルンビラトリ町に風谷に住所を移し、医療活動に従事する傍ら、アイヌの人類研究、民族資料収集を行った。1933年に北海道に渡り、 ピラトリ町に、風谷に、万老邸を建て、結核患者に献身的な医療活動を行った。アイヌと親しくなった、彼は、9年後、亡くなる時に、古坦の人々と同様の葬式をしてくれるよう、遺言した。またマン老は、生涯にわたって、軽井沢で、柿診療を行い、また10年近くの年月を、軽井沢で生活していたこともあるため、 その当地への著しい貢献から、遺骨は晩年を過ごしたに、風谷に埋葬されるとともに、軽井沢外国人墓地にも、その分骨が収められた。マンローの人類学関連の蔵書は、以前から信仰があったフォスコ・マライーニに譲られ、アイヌ研究の遺行は、マライーニから、ロンドン大学へ送られ、人類学者のセリーグマンの手によって、アイヌパストプレゼントとしてまとめられた。 アイヌ文化の理解者であり、アイヌミングなどのコレクションのほかイオマンテなどの記録映像を残した。映像の大部分は、網走の北海道立北方民族博物館で見ることができる。彼の旧宅兼病院であった建物は、北海道大学に寄贈され、北海道大学文学部に風谷研究室として活用されている。一般公開はされていない。 毎年6月16日、マンローの誕生日は、に、風谷では、マンロー先生の遺徳を忍ぶ会が開かれている。マンローのコレクションは、スコットランド国立美術館に収蔵され、2001年の日本フェスティバルで公開された。また、2013年に、横浜市歴史博物館が開催したマンローをテーマと、する企画展では、 スコットランドにある日本の考古資料も含めた調査、展示が行われ、その業績が改めて評価された。1891年27歳の時、香港を経由して横浜に上陸した1908年に表す、現代プリヒストリックジャパン。ありがとうございます。